んにちは、高明です。今日は岡山県の県北にある戸又ダムっていうところまでドライブしていこうと思います。で、戸又ダムに行く間にこう岡山県の県北にしかないお弁当の鶴屋っていうところがありますので、そちらでなんか弁当でも買って、で景色のいいところで食べようという、そういうドライブをしていきます。それでは行ってきます。今日は暑いです。はい、今日は岡山県の国道53号線久米南町付近からのスタートです。先ほど道路の気温表示計があったんですけど、今日は28度と結構暑くなっております。北海道の方とか北の方はまだ涼しいのかもしれないですが、岡山県のこの辺りは最近暑い日が続いております。で、現在時刻は朝の10時ですね。今日は戸又ダムっていうところに行こうと思ってるんですけど、そちらに着く頃にはちょうど昼時になってると思うので、こう戸又ダムでお昼ご飯を食べようかなと思ってます。それで今日のお昼ご飯は岡山県の県北にあるお弁当の鶴屋っていうところに行きます。そうですね、あの会社が岡山県の津山市にある、お弁当屋さんなんですけど、岡山県の県北にしかないそういう、岡山県ならではのお弁当屋さんっていうかな、岡山の北の方に住んでる人ならまあ大体わかるお弁当屋さんなんですけど、そこでなんか食べ物買ってダムで食べようと思ってます。国道53号線沿いの中島ブロイラーさんで買ってきました。こちらの手羽先は200円、こちらのもも焼きは250円でした。うまそう。いただきます。めっちゃ美味しい。ちょっと皮がパリッとしとって、塩コショウが結構効いてる。うまいっすねこれ。国道53号線沿いにありますので、通りがかった時はやってみてください。でも土日とかすごい混み合うので、そこは注意が必要ですね。あと駐車場から道路を横断してお店に行く形になるので、横断する時は気をつけてください。鶏肉うまかったです。塩コショウ効いててビールのあてに良さそうな味でしたね。さあ国道53号線北上していきます。右手には鉄道が走っていて、時々電車と並走しながら津山方面走っていきます。窓を開けて涼しく走れるぐらいの気温が好きなんですけど、こうなってくるとエアコンをかけざるを得ないような気温になってます。Z はあの 3500cc 排気量があって、こう暑いんですよね。暑くなりやすい、非常に暑くなりやすい車なので、ちょっとでも暑くなるともうエアコンをかけて走らないと暑くてやってられねえっていう、そんな感じになります。今国道179号線に入りました。津山の町を抜けて鏡野町の方へ走っていきます。倉吉人形峠奥津方面ですね。あ、今鏡野町に入りました。この道沿いにお弁当の鶴屋があったと思いますので、そうですね、お弁当屋さんを目指して走っていきます。さあお弁当の鶴屋が見えましたので入っていきます。よっしゃ、カツ丼買ってきました。これを持って戸又ダムまで走ってきます。さて無事お弁当を買うことできました。今日はカツ丼にしました。カツ丼500円です。初めて食べるんですけど、美味しいかどうかそれも気になりますね。さあトンネルを抜けていきましょう。
夏の日差しですね。僕は暑いんですけど夏が好きなんですよね。一年の中で一番好きなのは夏なんです。暑いけどね、寒がりなんで冬は苦手ですね。道路も気持ちいい感じの道路になってきてます。この道をずっと走っていくと鳥取の方まで抜けていくことができます。いいですよね、こういう道を走りながら日本海の方まで抜けていくっていうのは。それは結構いいドライブだと思いませんか。さて、トマタダムの標識も見えてきました。ここ左なのかな。もう少し走ってみようかな。いや、勘が言ってる、これを左だと。勘かよ、よく間違う勘が。ここを左折しろと言ってるので左折します。あ、合ってた合ってた。これを右に行くとトマタダムです。うわ、でけえ、どれでけえが。駐車場もありますね。ここに停めてカツ丼食おう。はい、こちらトマタダムの駐車場です。ものすごい山の中ですね。当たり前かな。相変わらず自分のコメント能力の低さにもうびっくりしているんですが、それは置いといて。はい、トマタダムです。トマタダムって僕は読めませんでしたけど、これでトマタダムって読むそうです。こちらダム側、奥津湖になるのかな。めちゃめちゃでっかいですね。うん、ボキャブラリーがね。うわ、ボッケだけ、うわボッケだけや。これ下まで何十メートルあるか知らん。で、なんかこう複雑な形になってるのがなんか知らんけど面白い。あのオレンジ色の部位がいい味を出してますね。この下まで伝わらないと思うんですけど、めちゃくちゃ高低差があるんですよ。だから高いところから見下ろす感じが素晴らしいですね。さあ、トマタダムというのはこんな感じでした。それじゃあカツ丼食べましょう。ダムよりカツ丼です。いただきます。うめ、こうパン粉でごまかしすぎずにちゃんと肉の厚みもあるし、卵の感じもすごいいいし、これで500円ならすごいいいんじゃないかなって思いますね。すごい美味しいです。県外の方はあんまり行く機会はないかもしれませんけど、もし見かけたら立ち寄ってみてください。このダムのあたりを散策したら僕も心が広い人間になりそうだなっていうのを思いました。ダムはいいところですね。さあ、ご飯も食べたということで、今度はトマタダム沿いの道を走っていきます。
の管理事務所かな。ここの建物にも展望デッキがあるようです。駐車場もいろんなところに用意されてて、わっ、なんじゃぼっちや綺麗やが言葉を忘れてしもうた。なんだったっけ、あ、駐車場もたくさん用意されているので、こうフラットドライブに寄るときにもすごいいい場所なんじゃないでしょうかって言おうとしましたわあ、すげえが、これはいいね。紅葉の時期にもきっと綺麗なんでしょうね。周辺は本当に綺麗なところ多いです。しかし今日は暑い。今日は免許の更新もしたし、昼ご飯も食べたし、綺麗な景色のドライブも楽しんだので、そろそろ帰ろうかなと思います。じゃあ帰ります。